しまったかな。どうも皆さんこんばんは。始まりましたね。こんばんは。こんばんは、こんばんは。この間なんか何回こんばんはって言うねんっていうのあったんですけど、一応ね、今来た方もいるかもしれないんで、こんばんは。皆さんこんばんは。あ、リクさん、お疲れ様です。お疲れ様です。皆さんこんばんは。どうですか。結構早いね、時間での第2回目ですけど、なんか思った以上に質問が多くて、なんだっけな、そのね、早めに答えないとやっぱりこういっぱいいっぱい流れちゃうなと思ったんで、ある程度まとめて第2回やろうってなった時に、やべ、もう全部まとまっちゃったみたいな、喋る話ありすぎて、ちょっと早めにしないとこうね、なんかちょっといっぱいありすぎて内容が薄い感じになっちゃうんで、早めの段階で第2回を決めました。はい、こんばんは。皆さんこんばんは。はい、で今回はちょっとノートにまとめるのがちょっと大変だったんで、別の端末をここに置いてちょっとまとめてきたんですよ。メモですね。もう僕もあれですね、現代っ子ですね。現代っ子になっちゃったんですけど、しっかりまとめてるんで、話していきたいなって思います。はい、何から言った方がいいですか。 何から聞きたいですか。どういう系から聞きたいですか。どういう系から聞きたいですか。皆さんどういう系から聞きたいですか。皆さんのあのやつで、いや、リクさんになんかトークうまくねって言われるの嬉しいな。ねえ、あんなにラジオやられてんのにね、いいんですか、僕がうまくて。ありがとうございますっていう感じでね、はい、第1回やっていこうと思います。ちょっとどうしようかな。今日、ああ、いっぱいあるな。今日のご飯についてとか、いろいろありますね。いろいろありますね。そうですね。はい。もうちょっとざっくり言いましょう。痩せやすい体質作りについて、じゃあまず話したいと思います。痩せやすい体質にするにはどうしたらいいですかみたいな質問が多くて、私、なんかこう食べるとすぐ吸収しちゃって、痩せづらい体質なんですよっていう方も結構質問が多くて、なんかまとめると、まあどうしたら痩せやすい体質になるのかっていうところに行き着いたんですけど、結構いろいろ調べました。そうするとやっぱり、なんちゃらだけ、例えば、夜ご飯だけ抜いてますとか、炭水化物だけ抜いてます、脂質だけ抜いてます、なんだろう、トレーニングだけしてます、食事制限だけしてますとか、大体の方が、まあ、だけっていう言葉を使うんですね。それってすごい良くなくって、ダイエット的に、やっぱり痩せやすい体質っていうのは、やっぱバランスよく食事も取らないといけないですし、日々のこの生活習慣も良くしないといけないっていう中で、何かを抜かすとか何かだけやるっていうのはどうしてもこう偏ってしまうんですね。こう運動に偏るのか、はたまたちょっと不健康の方に固まってしまうのかっていうのがあるんで、まあなんかなんちゃらだけをやられてる方は、ちょっとそれはなんだろうな、見直すべきポイントなのかなっていう個人的には思いましたね。なんか僕も脂質を抜く減量やったんですけど、さすがに全部は抜かなかったんですよ。やっぱり体のバランスっていうのはその三大栄養素が必要なんで、だけ抜くっていうんではなくて、何々を少なくするっていう感覚でいましたね。なんだろうな、だけっていうのはやっぱりどうしてもね、その固定概念にとらわれてしまって、絶対それはやっちゃダメ、やっちゃダメ、やっちゃダメっていう風に思って、いつの日かこうね、それがもしかしたらダイエットとか、
体重が減りにくい体質にしてしまってる原因になってるかもしれないので、なんかそこのだけっていうのにとらわれないで、ね、痩せやすい体質っていうか、その、自分の体調管理を多分しっかりすることによって、痩せやすいではなくて、その、あの今まで通りにやれば結果が出る体に戻ると僕は思います。はい、です。どうですか、だけの人 いるんじゃないですか、この中になんか何々だけしてるみたいな。それはでも、あのそれでもし体重減ってる方がいるんだったら、それは全然続けてもらって大丈夫なんですけど、それだけしてて例えば、ね、体重が増えましたとか、落ちにくくなっちゃいましたっていうのであれば、ちょっと方法を変えてみるのもおすすめします。はい。であと、これやられてる方多いと思うんですけど、睡眠不足が結構、ダイエットの敵で、まあ、寝る前のいわゆるお酒飲む方いると思うんですけど、晩酌ですかね、それやられてる方は結構、それをやめてみるともしかしたら体質が変わるかもしれないです。そのやっぱり、寝る前のお酒って、あのもしかしたら寝る時とか寝てる前は、あーいい気持ちだと思いながら寝てるかもしれないんですけど、そのやっぱ寝てる間でも、お酒の含まれるそのアルコール成分が、まあ、人間の交感神経と言われるその、まあ、なんだろうな、うわーってテンション上がる神経をこう活発にさせることによって、休めれてないんですよね。あんまり、休めてると思っててもあんま休めてないってことが多くて、なんでそのやっぱりアルコールで取りたいって方もいると思うんですけど、できればもう、 こう寝る前のアルコールは、控えてみるのもおすすめします。どうしてもって方はちょっとまた別の方法を僕も考えるんですけど、それやるだけで結構変わってくると思うと思います。はい。で、なんだろうな、あとこれもありました。体重を、1日1キロ落としたいんですが、どうしたらいいですか。これはズバリ言います。それは不可能です。はい。僕も1週間、続けてやったんですよ。何キロ落とせるかっていうのを。で、合計5キロかな ?5 キロ弱ぐらいだったんですけど、それって全部が体脂肪が減ってるわけではなくて、水分、体の中の水分であったりとか、あとは、なんだろうな、体の中にある老廃物を出してあげることによって減ったりとか、ぐらいなんですよ。あとは、まあ、脂肪。体の中の脂肪。あとは、もしかしたら、その、自分のタンパク質摂取量が足りてないんで、筋肉も落ちちゃってるかもしれないです。なんですけど、1週間の、その、なんだろうな、限界は僕は5キロだと思いました。自分の中で。まあ、皆さんがやってみると、また変わってくると思うんですけど、1日で1キロを落とすのは不可能です。やっぱり体脂肪を減らすってすごい時間がかかるんですよ。なんでかっていうと、体の中の脂肪って1キロ落とすのに何キロ消費しないといけないか知ってますか。何キロ消費したの、どういう言い方が分かりやすいかな。だいたいまあ1時間ウォーキングします。それで、だいたい400ぐらいかな、400キロカロリーぐらい消費するんですよ。早歩きで確か400とか450、500とか、人の体の体重によって変わるんですけど、おお正解の人がいる、すごい。そう、7000から7200なんですよ、1キロ脂肪落とすのに。すごくないですか。1キロ落とすのに7000から7200消費するんですよ。これ諸説あって、確定ではないんですけど、ただ、だいたい7000から7200です。で、これを消費するのって、だいたいフルマラソン3回分なんですよ。フルマラソンを3回ですよ。3回ぐわーって走って、やっと脂肪1キロ落ちるみたいな。これは、絶対無理じゃないですか。1日でも多分走り、切れる方少ないかもしれないですよね。3回分を1日1キロ落とすは絶
対無理だと思うんですよ。なんでまあ、ダイエットであったりとかトレーニングにまあ思うことなんですけど、僕がすごい地道な作業なんですよ。そのちょっとずつちょっとずつちょっとずつを繰り返して大きくしていくんで、やっぱね、なんかの雑誌読んだんですけど、そういうダイエットとかトレーニングは継続することが大事です。本当にティッシュをこう1枚ずつこう積み重ねていってるって感じなんですよ、イメージ的には。やっぱこうバーンっていうのはできなくて、1枚ずつ丁寧に丁寧に丁寧に置いてあげることによってこうガーって積み重なっていくものなので、そのやっぱりね、友達は 1日で、例えば2キロ落ちたって言ってたのに、私は全然落ちなくてどうしたらいいか分かりませんっていう方は焦らなくていいです。その友達の2キロは多分水分量であったりとか体の老廃物が外に出ただけだと思うので、そんなに焦る必要はないです。1ヶ月続けて500g も体重が落ちないって方はちょっと焦った方がいいですけど、そんなむやみやたら と体重を落としていくことがすごく体にも良くないですし、なんだろうな、栄養バランスっていうのはすごい体って繊細なんで、自分にしか分からないじゃないですか、自分のコンディションというのは。なんでそこを自分で大切にしながら、焦らずにゆっくりゆっくりでいいと思います。あ、ジンさん来ましたねありがとうございます。説得力100ドビザいただきました、ありがとうございます。いやいやいや、でもこれはすごい僕も感じましたね。なんかやっぱ大会に向けて減量した時あったんですけど、その時もすごい焦ってたんですよ。でやべえ落ちねえみたいな、1日で 100g200g しか落ちねえみたいな、やばいやばいって思ってたんですけど、それが全然当たり前なんですよ。むしろ1日で 100g200g 落ちてたらすごいいい方だと思います。なので1週間続けてみて、100g200g 落ちてたら全然いいと思います。それをだって1ヶ月続ければ1キロ落ちてるんですよ。 200g 落ちてたとしたら1週間でだいたい1キロ落ちるんですよ、 1ヶ月で。それを1年で換算したら12キロ落ちるんですよ。っていう風に長いロングスパンで、ダイエットであったりとかトレーニングは本当に考えていった方が、怪我であったりとかあと体調崩さずに済みますし、自分の合ってる合ってないコンディションを見ることもできるんで、なんかそういう、なんだろうな、急がば回れじゃないですけど、こう丁寧に丁寧にやっていってあげることが、まあ、大事なのかなっていう風には思います。はい、あとそうだ、これもあったんですよ。有酸素運動とは何ですかという質問がありました。そうですね、これごめんなさい、僕のこの前のあれ不足ですね。有酸素したらちょっと止まりましたね。有酸素をすると、体脂肪率を落とせますよっていう話だったんですけど、その有酸素とは何ですかっていうのをちょっと忘れてました。言うの、有酸素とはまあ軽いから中くらいまでですかねの負荷をずっとかけながら継続的に運動すると、呼吸するじゃないですか人間って。でこう呼吸しながら、筋肉を動かすことを有酸素って言うんですよ。有酸素運動って言うんですけど、それは、主に体の中の脂肪を燃焼してくれる効果があるんですよ。なんで、高血圧の方であったりとか、あと体脂肪率を減らしたいっていう方にはすごいおすすめできる運動なんですけど、ダンスは有酸素ですかっていう質問、あ、それはそうです。はい。自転車はそうですかっていうのはそうです。走るのは有酸素ですかっていう質問に対しては、長距離のランニング程度の走りだと有酸素です。でも短距離走になると無酸素運動になるんですよ。これすごい難しくて、走り全部が有酸素なのかっていうとそうではなくて、無酸素運動の短距離走もあれば長距離走になって有酸素になることもあるので、そこは間違えないように と、筋トレは有酸素ですかっていう質問は、これは違います。無酸素運動ってまた別なんですけど、
まあ、まず有酸素運動のことから話しますね。有酸素運動はなんでいいのかっていうと、やっぱりこう体の脂肪をね、エネルギーとして使ってくれるので、消費だったりとか、あとはまあ、すごい汗かくじゃないですか。なんですごいこの体の、なんていうの、老廃物がこう出ていってくれるんですよね。こうパッ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 って。なんで、僕はだいたいトレーニングの後に有酸素してますね。あ、マスクをしながらランニングって有酸素運動ですか。うわー、有酸素じゃないですかね。一応、これまた後で無酸素運動の話するんですけど、うん、有酸素運動だと思います。すごいしんどい有酸素運動だと思います。水泳はどうですか。うわー、うわ、難しい。確かにそうだな。確かにそうですね。水泳も有酸素なのかな。うん、ちょっと調べてみます後で。そうなんですよ。有酸素運動はどのぐらいしたらいいですか。そうですね、僕はだいたい有酸素運動って言っても、ランニングマシンあるじゃないですか。あれでゆっくり早歩き、自分の中の早歩きのスピードで傾斜をつけて、こう坂道をずっと登ってるイメージでこう歩き続けるんですけど、それをだいたい僕の場合だと30分で、多い時だと40分から50分ぐらいしてますね。やっぱ30分ぐらい超えてくると、なんか最初汗ブワーってかくんですよ。でも30分ぐらいになると、すごいなんか体の中が燃焼してるなっていう感じになるんですよ。すごいこれは多分やってる方にしか分かんない感覚かもしれないんですけど、すごいおすすめはできますね。はい、僕多分走らないです。ランニングマシンでここ書いてあるんですけど、僕ランニングマシンでは走んないんですよ。やっぱね、ランニングマシンでも走っても全然いいと思います。自分のあれだと思うんで、自分はすごい走るのがあんま好きではないので、長い間、ゆっくり歩き続ける方が好きなので、そうしているだけですね。はい。で、無酸素運動だ。無酸素運動について言うと、短い時間で大きな筋肉を、いっぱい使う運動を、無酸素運動って言うんですけど、トレーニングとかってあれってこうグワーって上げてる時って呼吸してないんですよ。グワーって上げてる時ってやっぱ力入るじゃないですか。その時って大体呼吸してないんで、無酸素運動って言われるんですけど、無酸素運動の時は体の中の消費エネルギーが変わるんですよ。有酸素は脂肪だったんですけど、無酸素運動の時は糖質、いわゆる、炭水化物あるじゃないですか。これまた難しい話になっちゃうんですけど、炭水化物って、1個ではなくて、その中から食物繊維と、糖質に分けられるんです。これを2つ足したら、炭水化物っていう名前になるんですけど、その方の食物繊維ではない糖質っていう方を主に、エネルギー源として、使うんですよね、無酸素運動の時は。なんで、まあトレーニングされてる方なら分かると思うんですけど、トレーニング前に糖質をちょっと取ってあげるとすごいパワーが出たりとかするんですけど、ダイエットに向いてるのは僕は有酸素運動だと思います。確実に。嘘、山椒さんいます。どこだ。僕の方には表示されていないのかな、これは。あ、めっちゃ、本当だ。ハートのとこにいる。ハートのとこにいますね。ありがとうございます。山下さん、ありがとうございます。そうですね。なんで、有酸素運動を、おすすめします。で、おすすめの割合としては、まあ、なんだろうな。まあ、お子さんの送り迎え、自転車漕いでやってる方は、もうそれこそ有酸素ですし、ね、洗濯、こう、干す。作業の時にこうかがんでる時もちょっと有酸素に入るのかな、無理やりかもしれないですけど、なんかそういう、なんていうのかな、なんか汚い今ね、来てるゲームの立ち回り教えてください。それは後日
後日ちゃんと改めて教えますので有酸素に戻りますね。有酸素の割合は7-3、有酸素が7でトレーニングが3の割合がすごく僕はベストなんじゃないかなと思います、ダイエットに関しては。夜トレーニングするだけだとしてもそれは3、全体の3割に入ってれば問題ないかと、体重が落ちていくかと思います。はい、ちょっと有酸素と無酸素のな話が長くなっちゃったんで先に進みます。ダイエット中にどうしてもお菓子を食べたくなったらどうしますか。我慢できないです、教えてください。これは、僕流なんですけど、1個だけ食べます。1個って言っても、その全部お菓子1個ではなくて、例えばチョコ、はい、あるじゃないですか。10個入りにしましょう。10個入りのチョコがあったら、もう本当我慢できないっていうタイミングで1日1回だけ、1粒だけ食べるを10日続けます。これは結構おすすめできる方法なんですけど、そのどうしても我慢できないっていう、本当にうーっていうのはストレスなんで、それをちょっとでも緩和してあげるために僕は1粒食べるようにしてます。ただその分夜のご飯であったりとか、お昼のご飯っていうのはちょっと調整しないといけないんですけど、でも1粒に関してはそんなに、ダメージではないので、気にすることなく食べていいと思います。やっぱ我慢しすぎて爆発的に取っちゃうこともあるので、そこは1日1粒とかにして抑えてあげるのがすごくいいのかなっていうふうに思います。控えたらいいお菓子、難しいな。お菓子の後ろに栄養の成分書いてるじゃないですか。糖質何グラム、タンパク質何グラム、脂質何グラムっていうふうに書いてると思うんで、自分が日頃下げている、あまり取らないように心がけている、やつが一番低いのを選んだらいいと思います。なんかそのいろいろあるんですよ。脂質やってる方だと、例えば、何がいけるかな、アーモンドとか、あとはバターコーヒーが飲めたりとかあるんですけど、逆に脂質を、糖質を取れる方だと、カカオのチョコであったりとか、結構なんか分かれるんですよね。その取っていい取っちゃダメっていうのも、やっぱり脂質を抑えてる、糖質を抑えてるって結構人それぞれなので、僕が、これをおすすめですって言ってもそれを、全く同じにしてしまうと、僕と違う、ダイエット方法なのに取ってしまうと、すごいもったいないことになってしまうので、これが絶対いいですというのはちょっとここでは言えないですね。ちょっと調べていただくと結構いっぱい出てくると思うので、自分のダイエット方法に合った、お菓子を探してみてはどうでしょうか。はい、ぐらいかな。あともう一つ、プロテインを飲むタイミングと回数っていうふうにあるんですけど、これは、ゴールデンタイムって言われるタイミングがあるんですよね。プロテインを飲むタイミングで、それはトレーニング後とか有酸素運動、やべ、喋りすぎてちょっと息切りできたんですけど、トレーニング後と、有酸素運動後がすごいおすすめですね。なんでかっていうと、ちょっとトレーニングとか有酸素運動の後って飢餓状態なんですよ。体に栄養がなくて、あ、体が欲しいって言ってるんで、運動後の30から45分後の間は栄養の吸収率が高いんですよ、普段と比べて。なので、これもいろいろあって、僕はでも最低30分までに飲むようにしてます。まあ、でも、どうしてもって方は45分以内に、飲んでいただけると、すごいいいと思います。はい。回数そうですね、僕は多い時で5回、最低でも3回
です。いや、プロテインまずいって言うけど本当はちょっとあれですね、ものによりますね。自分のお口に合うのを見つけていただくと本当もうジュースみたいって思うプロテインもあるので、中には絶対探すのをおすすめします。何味かちょっと待ってください。何味がおすすめ、僕はミルクチョコ飲んでますね。すごいチョコが好きなんで。でも普段チョコってあんま食べれないんで、僕脂質を抑えるダイエットっていうか、こう減量法をやってたので、その名残がちょっとあって、脂質をちょっと普段から抑えるように心がけちゃってるので、チョコってどうしてもね、脂質が多くなっちゃうんで、脂質を取られない方はちょっとチョコ多分難しいんで、そういうプロテインとかで普段食べれないチョコを摂取するみたいな感じですね。なんかありますか？一応書いてあるやつは全部一通り言ったのかな、急いで。言ってます。はい、ここからは皆さんの質問コーナーいきましょう。最後にちょっとまたトレーニングするんで、トレーニングというか家でできるワークアウトで教えるんで、今日は、腹筋とお尻に効く運動っていうのが多かったので、この2点で複数種類やろうかなと思います。何がいいですか？いっぱい来てるね。プロテインお茶の代わりに飲んでいいですか？そうですね、タンパク質も摂取、一度の摂取量に限度があって、それ以上取っちゃうとお腹を壊しちゃったりするんですよ。なんでゆっくり飲まれる方はいいかもしれないですけど、一気にガバガバ 2,3 杯飲んじゃうっていうのは極力控えた方がいいです。最悪でも1杯、一気飲みしたいなら1杯が限界だと思います。それ以外で飲みたいのであれば、こう作っといて、たまにこうゆっくり、一口飲んで冷やしておく、一口飲んで冷やしておく、一口飲んで冷やしておくっていうのがおすすめですね。プロテインで筋肉太らないですか？太くはなん、場合によります。その筋肉を維持したいために飲んでる方もいますし、筋肉を大きくさせたい補助として、飲んでる方もいらっしゃるので、全然どのようにも使えますね、やり方次第では。はい、あ、そう、それだ。寝る前にやると効果的なストレッチ方法ありますか？それを言いたかったんですよ。そうだ、ごめんなさい、これめっちゃ大事だ。柔軟性と痩せやすさは関係ありますかっていう質問があったんですよ。で、それってすごいいいなって思って、柔軟性ってすごい大事で、柔軟性を手に入れた時のメリットを言うと、これ個人差あるんですけど、痩せやすい、美肌、むくみにくい、すっきりした足、あと疲れにくい、これが結構、メリットとしてあるんですけど、なんでかっていうと、筋肉って、ストレッチしてあげる、いわゆる伸ばしてから収縮する。で、この動きが大事なんですよね。で、このストレッチするっていう幅が、普段ストレッチしてて伸びやすい方だとガーっていくんですよ。で、その後の収縮もガーっていくんですよ。ってなると、体の代謝が良くなるんです。そうなんですよ。その幅が大きいんでね、体の代謝が良くなって、痩せにくくて太りやすく、
あ、そう、痩せにくく、痩せやすくて太りにくい体型なんです。すいません、逆言っちゃった。なんですよ。なんですごいストレッチは大事だと思います。うん、柔らかい方がいいと思います。だって肩こりとか冷え性とかもなくなると思いますよ。あの、体全体の毒素だったりとか、あの老廃物っていうのは血管流れるんで、やっぱりこうね、スムーズにグワッていくと思うんで、やっぱ体柔らかいのはいいと思いますね。羨ましいですね。僕もちょっとストレッチやろうかなとか言って、僕もまだストレッチやってないんですけどね。いや、でもやった方がいいです、絶対。僕もじゃあやろうかな、今日気に皆さんと一緒にやろうかな。ストレッチやりたいなとは思ってたんですけど、いざね、なんか同じですよね、気持ちは。やってみようかな。いいことしか書いてないんで。他は、そうですね、もうちょっと時間もあれなんで、でも今日ちょっと後で、あの、お見せするんですけど、あの、家から持ってきたんです、これ。何かというと、下に引くマットです。これ結構おすすめで、なんだろう、家で普段、ね、ストレッチとか、あと、ちょっと、あの、充電があれなんですよ。さっきからちょっと表示で止まっちゃって申し訳ないです。充電の表示で止まっちゃうんですよ。すいません。ちょっと早めにやりますね。ちょっと充電もやばいってことなので。ベンチプレス持ってきたかと思った。それはないです。あ、めちゃくちゃ面白い。あ、面白いじゃない。重たいんですよ。すごい重たいんですよ。あ、ほら、寝る前ヨガするとき使ってるとかね。そうなんですよ。すごいいいんですよ。いいんですよ、これ。おすすめですよ。なんか床冷たくて嫌だっていう方にはぜひおすすめです。やります？そろそろ。ダンベルは持ってきてないですよ。僕袋破けちゃいますじゃないですか、そんなね。スクワット見たい。そうですね、スクワットやりましょうかね。じゃあ、はい、やっちゃいましょう。やっていいですか？やります。ちょっと待ってくださいね。用意してから、その間に一個質問答えよう。なんかないかな。なんかないですか？なんかないですか？なんかないですか？遠くなっちゃった。今日の夜ご飯、椎茸とほうれん草と鶏の胸肉と、水炊きです。ヘルシーすぎかって思ったじゃないですか。確かにそう思います。でも今日はちょっとお昼食べ過ぎたんで、夜で挽回しないとやばいんで、そういうメニューにしました。ですね。では、やっていきましょう。まずは、ちょっと腹筋からやろうかな。腹筋からやります。ちょっとこれ、撮ってもらいますね。撮ってもらいます。読んでくださいね。これ、ちょっと逆転した方がいいのか。こういきますね、じゃあ。腹筋、まず。いわゆるクランチ、あ、こうした方がいいのか。こうします。こうします。クランチ運動っていうのがあるんですけど、こう頭に置いて、普通の腹筋ですね。は、ちょっと靴脱ぎます。普通に膝を、この形で閉じていただいて、そのまま、寝ます。普通に。はい。で、この時に意識してほしいのが、お腹を、地面につけるイメージ。
ょっと腰の骨ってカーブしてるんで浮きやすいんですよ。こうここに手が通っちゃうと、腰とか結構逃げちゃうので痛めたりするので、しっかりお腹に腹圧をかけて、下に押してあげる。でその状態から、頭の上に手を置いて、このまま上体を起こす。無理に、ここまで行かなくていいです。これは結構、こう勢い使っちゃったりするんで使わずに、意識的には肩甲骨を、ちょっと上に上げる。肩甲骨が浮いたらもう下ろしちゃって大丈夫です。これを続ける。でしっかりここに力が入ってるかどうかを、確認してあげてください。他のとこに逃げちゃうとすごいもったいないので腹圧をかけて、下に、腰を地面につける。でそこから肩甲骨を浮かしてあげる、下ろす、あげる、下ろす。大体これをこれ楽だなって方は、さらにこの足を上げます。大体これを揃えてここの90度ですね。膝は90度でここと平行、こうなったり、こうなったり、こうなったりしないように揃えて平行で地面で平行で、この状態でさっきと同じことをします。こうでもこっちの方がきついんですよ絶対。ここ押さえてると足で踏ん張れるんで、上がるんですけど、この状態だと支えてるのがもうここの、骨盤と、背中だけなので、そこを上げることによって、ここに力がすごい入るので、これはすごいおすすめです。はい、これが、まあ、クランチと言われる腹筋方法ですね。で次、まあ、クランチツイストかな、あ、ツイストクランチ、ごめんなさい逆だった。ツイストクランチっていうのもあるんですけど、これは、このままひねる、下ろす、ひねる、下ろす、ひねる、下ろすっていう運動なんですけど、腹筋って腹直筋って言われるここの真ん中の筋肉 と、腹斜筋って言われるここの外側の筋肉が2つあるんですね。なんでこれは、さっきのクランチ最初にやったやつは腹直筋、いわゆる真ん中の筋肉、縦線を作りたいなら、クランチですね。で横のこのカットあるじゃないですか、よくこうね痩せてる美しい方ならあるんですけど、ここの、線を作りたいなら、このツイストクランチをやってあげるとすごい効果的かなと思います。自分が、なりたい体の方で全然大丈夫なので、クランチだけやりたいって方はクランチだけ、どっちもやりたいって方はもう両方やっちゃってもおすすめですね。これも同様、上げちゃってもきついので、この時はここにつけてあげてもいいかもしれないですね。無理やりですけど、ちょっと無理な方はつけなくていいんですけど、上げてあげる。で楽な方はすぐ下ろさずに、ちょっとキープで下ろす、ちょっとキープ下ろす。でこのツイストクランチの時はちょっと、意識してほしいのは、完全に肩甲骨を片方は上げる、このひねってる方ですね、は上げてあげる、上げてあげて下ろす、で上げてあげて下ろす。でこれ頭を絶対ではないですけどつけない方が効果的だと思います。こう力が逃げちゃうともったいないので、ずっとこうここに力が入った状態で、収縮してあげて伸ばすストレッチですね。で収縮してあげて伸ばすストレッチっていうのを、してあげるとすごいいいと思います。はい、腹筋は以上かな。あ、セット数とあれか、回数何回がいいだろうな。まあやれる範囲でいいんですけど、大体これはクランチは、足ついてしかできない方は、15回で、足上げてもできるって方は両方15回ずつで、ツイストクランチも入れるって方も全部15回ずつやってあげると結構効果的かなと思います。それやって、多分筋肉痛になるんで、なった次の日とかは休んで全然大丈夫なので、治ったら、ちょっと回数を上げてあげたりとか、あとはまあ止まる秒数を増やしてみるとか、少し負荷を増やしてあげることによって、筋肉は大きくなっていくので、そう自分の合った回数であったりとか、あとはこう、止まる秒数であったりとかっていうのを、決めてあげてください。僕は基準なんで、そこから自分の
判断次第でやってみてください。はい、あとは、お尻に効く運動ですね。ヒップスラストっていう運動があるんですけど、これを使います。じゃあこの高さがちょうどいい高さがあるんで使います。多分皆さんのお家にあるベッドであったりとか、あとまあ椅子もこのぐらいなのかな、椅子であったりとか、そういうのの、上で全然できるのですごいおすすめなんですけど、まずヒップスラストっていうのはお尻にすごい効く運動、大臀筋って言われるお尻の筋肉があるんですけど、そこをすごい使う運動です。ヒップスラストは肩を、皆さんのベッドであったりとか椅子に置いてあげて、そこから下ろす、この体勢が基準となります。でここから、上に腰を上げる、こうですね、で下ろす、で上げる、下ろす。でこの時に大事なのが、その失敗例が難しいなどうしようかな、反ってあげるとかは結構 NG かもしれないです。しっかりここに意識を持った状態で、下ろしてあげる、上げる。で上げ切った時に最後までガッて力入れて、こう上に押し上げる感覚です。グッて、で緩める、で上げる、緩める、上げる。でいける方だったら、ここにあのペットボトルあるじゃないですか、あの2リットルの大きいあれとかをここに持った状態で、やってあげても結構効果的ですね。それ以上に重たいもので全然、いける方はここに置いてグワーって上げてあげると、すごいお尻に効く運動になってます。はい、あともう一種目いこうか。お尻に効く運動、ブルガリアンスクワットっていう運動があるんですけど、これは何かというと、スプリットスクワットっていう、まあこれがスプリットスクワットなんですけど、これだと足にすごい効くんですね。ここに大腿四頭筋にすごい、負荷がかかってここにすごい効くんですけど、ではなくて、さっき言った、ベッドであったりとか皆さんのうちにある椅子の上に片方足を乗せます。でこの状態で結構スタンス、足の幅は広く取ってあげてください。ここの横から見てわかると思うんですけど、結構広めに取ってあげてください。でここから、このまま降りるのもいいんですけど、これだとすごいここの前の負荷がかかっちゃって、お尻にあんまり刺激が入らないと思うんで、前傾姿勢になります。こう姿勢はすごい前傾で、足は広くで、重心はどこに乗ってるのかというと、ここのかかとに乗せてあげてください。ここのかかとに、かかとに乗った状態で前傾、足は広くした状態で、すごいここに力が入ると思うんで、その状態で下に行く、で上、下に行く、上、下に行く、上。これ結構きついんですよ。僕でも今汗かくレベルなんで、皆さんのなんだろうな、難しかったら全然こっちでも大丈夫だと思うんですけど、やっぱりお尻にめちゃくちゃ効かせたいって方は、すごいこのブルガリアンスクワットはすっごいおすすめです。広くで前傾して、重心はかかとに乗せて、かかとを押すイメージ、かかとを押すイメージで、上がった時も姿勢は上げずに前傾のまま下ろす、上げる、下ろす、上げる、してあげると、すごいここに刺激が入って皆さんの思う美ボディになると思いますので、すごいこれはおすすめです。はい、なんで、今日紹介した、クランチ、ツイストクランチ、あとブルガリアンスクワット、あとヒップスラストかをすごい、やっていただくと、もしかしたら結構皆さんが書いてくださった要望に応えれるんではないかなっていう運動だったので、もしね、わからないことであったりとか、全然力が加減がわからないって方がいらっしゃったら、調べていただけると結構いろんな方やってるので、自分に合ったそのまあトレーニング方法を見つけて、やっていただくと結構いいかと思いますので、引き続き頑張ってください。またちょっと第3回もできたらしたいと思うので、またわからないことあれば書いてください。
またまとめて持ってくるので、はい、今日はこんな感じになります。ありがとうございました。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。やべ、と